縁仏教は、僕、シュゲル・アキラが1916年に創始した朝鮮の仏教系新宗教。全羅北道駅山にある中央総部が教団を運営し、地方に教区と共同を置き、総合士を中心に、主委団会、中央協議会、共生委員会、共生院、観察員などが運営を行っている。共同には、教務と共同があり、 共同は10人を一段とする10人一段教科団に特色がある。各種研究所の他に教育機関として、沿行大学校、両前全学大学校などの総合大学、専門大学1校、米国フィラデルフィアに、現地法人として、アメリカ進学大学院大学校、中、高校6校、全員3カ所などを運営しており、共同別に設置した幼稚園。 入児院や養老院、保育園、収容院などの事前機関を運営している。2011年10月2日には、アメリカ総部法のウォンダルマセンターが新設される。他方、教団直営の産業体として、製薬会社をはじめとする4個の農園と精米所、園芸院などがあり、福祉機関として、洋館型の総合病院と、宝物道官方院などが、全国主要都市に位置する。 文化事業として、経典の出版、縁音放送の運営と、縁講、縁仏教新聞などの定期観光物を観光している。20個の国内教区に524の共同と、米国、日本、カナダ、中国、ヨーロッパなど5個の海外教区に60個余りの海外共同と機関があり、新都数は100万人余りに達する。ありがとうございます。